はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。山の日の前日の令和4年8月10日、あの統一教会が記者会見を開きました。そして報道による被害を訴えました。会見を中継していた読売テレビミヤネ屋では、統一教会問題を20年追いかけているジャーナリストの鈴木エイトさんがスタジオにご出演なされ、スタジオの中で会見を見ていた鈴木エイトさん、どの口が言ってんだと鋭いツッコミを入れ、これが後にネットで話題になっておりました。前回も会見をされました統一教会の田中富広会長について、統一教会ウォッチャーが指摘するのが、発言は全部嘘だとするものです。確かに総論としてはそんな気もします。ただ全部嘘とくくってしまうと、これむしろ統一教会を助けることになりかねないんです。何かというと、局所的に、まあ、つまりはちっちゃいことでも、ほらほらこれは本当でしょ、全部嘘っていうのが嘘なんです、という、そういう反論に使われちゃうんです。もちろんそれを信じる外側の人はいませんが、内側、つまり信者に向けた勝利宣言に使われてしまうということです。まあ、統一教会流に言うならば、サタンの嘘を破ったってところでしょうか。小学生の口喧嘩のようではありますが、相手もまた同じように全部的なみたいなっぽいロジックを使っている以上、こちらもそのロジックに乗っかってしまうと、最後は言った、言わない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 という水かけ論に持ち込まれちゃうんです。実はこれ30年以上前からワイドショーがやっていたこのカルト問題における一つの教訓なんです。先日の記者会見においての一例を挙げれば、統一教会は過去にも霊感商法を一度もやったことがないなんておっしゃいます。実態を知っていれば、おいちょっと待てよと言いたくもなりますが、統一教会がワイドショーのネタになった昭和の終わり頃、彼らが使っていたのは開運商法なんです。霊感商法と名付けたと自慢するのは朝日ジャーナルです。アイラドットによると、西暦でいう1986年昭和61年のことです。つまり彼ら自身は霊感商法というキーワードを認めていない、よって霊感商法なる事実は過去一度もなかったといったロジックになるんです。これ何が言いたいかというと、統一教会変わってるわけじゃないですよ。言葉の定義は大変重要だということです。それはカルトという言葉に代表されます。なぜなら定義によってはこのカルト、あのひろゆきさんや立憲民主党に当てはまってしまうかもしれないからです。カルトは宗教の、とりわけキリスト教の分派の一つを指すんですが、日本国内においてはこれ明確な定義は実のところないんです。安倍元総理が凶弾に倒れてから、統一教会を取り締まるためにフランスの反セクト法というものが注目されるようになりました。ニュースやワイドショー的には、統一教会問題を長く追いかけている紀藤正樹弁護士が反セクト法の布教活動にご熱心です。しかしオフランスでは大前提としてキリスト教国だということを踏まえておく必要があります。西暦でいう2011年4月11日、オフランスではイスラム教徒の女性がお召しになられる衣装のブルカやニカブを禁止する法律が施行されちゃいました。顔のすべてをベールで覆うことを公共の場ですることが禁じられたんです。日本で仮にこんな法案を政府が出そうもんなら、ニュースやワイドショーがいかんかんとギャスかギャスかフルボッコにするのじゃないでしょうか。日本在住のフランス人ジャーナリストが新型コロコロニュータイプの最中、オフランスに帰国した時、国民の自由を奪う政策をやったとマクロン大統領をケチョンケチョンに批判しておりました。そして再来日され、日本の自由を謳歌しております。自由、平等、友愛を掲げるオフランスというのは、伝統的に為政者、権力者が国民の自由を奪いたがる傾向があるんです。つまり反セクト法と一口に言っても、オフランスではそれが成立した歴史的、文化的、宗教的な背景があり、それは日本とイコールではないということです。一方、日本でもこの反セクト法に準じる法律がありますよと指摘されるのが、経済評論家の渡辺哲也先生です。世界190カ国の TOC 条約加盟国には、テロや組織犯罪とその準備行為を処罰し規制する同様の法律があります。日本も破防法とテロ等準備罪があります。共産権や独裁国家では悪用され、西側国家では IS やテロリストに適用されている。このテロ等準備罪や破防法を柔軟に適用できるようになれば、
反セクト法は必ずしも必要じゃないというご指摘です。渡辺哲也先生がご指摘されるように、日本にはテロ等準備罪や破防法があります。ただしテロ等準備罪には附帯条項が付けられ、国際的な組織犯罪に限定されているんです。しかし実はこれはおかしな話なんです。国内で入念にテロの準備をして、はい整いましたとばかりに国外に出てテロ行為を行うんじゃないかなってことが分かっていても、国内にいる間は手が出せないという立て付けになっちゃってるんです。これはテロ等準備罪が議論された時に、大谷さんじゃないですけど草野球チームがバットをいっぱい持っている、あ、これは狂気だ、はいテロだってやるんですか、なんて質問があり、また居酒屋でウィープス、政府のバカ野郎なんて言ったら、はい国家転覆をもくろんでいるっていうんで GoTo 別荘になるかもしれない、そんなクレーマーのような無責任野党の主張によって、さらにはそれを垂れ流したニュースやワイドショーによって、実際の適用には高いハードルが課せられちゃったんです。また破防法、破壊活動防止法が施行されたのは昭和20年ですが、この時すでにおいおい憲法違反、違憲じゃないかという指摘があったんです。日本の憲法が個人の権利を広く認めていることが理由です。そして1995年のオウム真理教による地下鉄サリン事件の時も、その後破防法適用されませんでした。あの日弁連が反対する意見表明をし、オウム真理教をいかんあかんと追及していたジャーナリストや弁護士などもニュースやワイドショーで反対意見を表明していたこと、私の脳裏にくっきりと焼き付いております。あの紀藤正樹弁護士も破防法適用に対する謎ロジックで反対を表明していたことが確認されております。そうは言ってもカルトだけ、カルト宗教だけ規制すればいいじゃないかというご意見があるかもしれませんが、はい、それ論理破綻です。カルトの定義が日本国内では定まってないからです。次にオウム真理教です。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教にでさえ破防法を適用できなかったんです。どっちもダメなことはダメなんですが、地下鉄サリン事件というテロ事件と霊感商法、これを必ずしも同じものだと扱うことに無理があるというのはおのずと明らかではないでしょうか。また日刊現代に掲載された有田芳生さんのインタビュー記事によると、オウム真理教の後統一教会をやるよといった警察幹部、その入り口を経済事案だとおっしゃっていたそうです。仮にカルトを反社会的な活動をする団体あるいは個人だとした時に、テロのような暴力事案と経済事案ならどちらが優先されるでしょうか。どちらかではないのであれば両方となります。すると破防法適用のための監視団体だと公安の皆さんがなんだか定期的にレポートを出しているあの日本共産党もその対象になるんじゃないでしょうか。他にも警察の皆さんが定期的にビュルンブルルルルルっていうあのエンジンカッターでこんにちはってお伺いする、いわゆる過激派の皆さんも以下同文となります。ここまで見たときに、それでも反セクト法を求める紀藤正樹弁護士らの本当のところというのは、反統一教会法ではないかという疑惑がぷっくらと浮かび上がってくるんです。私は統一教会に同意などしません。もちろん人の信仰を否定はしませんが、縄文時代より前まで遡ってご先祖様を供養しようという気持ちにはなれません。またお高い壺を買って幸せになるのはその壺を売っている人だと、いささかマーケティングをかじった私からするとそう見えてならないんです。ただそれでも特定の思想信条を狙い撃ちしようとするかの態度を私は批判するんです。仮に統一教会への立法措置が特例だとしても、その特例はいともたやすく前例になってしまいます。なお反セクト法にご熱心な紀藤正樹弁護士は、読売テレビ系ミヤネ屋にてプロコメンテーター橋本徹さんと討論をされました。これをアベガーの皆さんは紀藤正樹弁護士先生の完全勝利なんてね、キャッキャと喜んでおり、私のお目にはその正反対、今時で言うなら真逆に移りました。橋本徹さんは法律手続きによって立ち、一方の紀藤正樹弁護士は統一教会をどぎゃんかせんといかんという立場からのお話だったんです。いわば特例を求めたのが紀藤正樹弁護士だったんです。その討論の中で紀
藤正樹弁護士はセクト、つまりカルトの定義についてはすでに欧米では終わった議論だかのようなお話をされておりました。そこでカルトについての定義をグーグル先生に尋ねてみると、やはり疑惑が。ちどごーん。ネット媒体ギガ人さんはカルトかどうかを見分けるための10個の基準と題して、以下の10のオフランスの基準を紹介します。1、精神の不安定化。2、法外な金銭的要求。3、生まれ育った環境からの誘導的断絶。4、健康な肉体への危害。5、子供の強制的な入信。6、大小に関わらず、社会に敵対する説教。7、公共の秩序を乱す行い。8、多くの訴訟問題。9、通常の経済流通からの逸脱。10、国家権力への浸透の企て。なお、宗教かどうかは問わないそうです。この定義を引用する形で日本一の総裁系 YouTuber で荒らせられる佐藤信明さんはこんなツイートをしておりました。ひろゆきさんがカルトの追及をしているみたいだけど、8と9でひろゆきさん自身がカルト条件満たしてるってことなんだよな。見方によっては6と7もクリアしちゃってるってやつ。匿名掲示板2チャンネルの創業者ひろゆきさん、彼は多くの訴訟を抱えていると噂があり、かつて300人分の居酒屋の予約をキャンセルし、そのキャンセル料を踏み倒したことを、ご自身がご出演なされている YouTube 番組でポロリと自慢されておりました。これは10個の定義の7つ目の、公共の秩序を乱す行いに当たりはしないでしょうか。つまり、オフランスの反セクト法に従えば、ひろゆきさんにはカルトの疑いが出てきて、彼を起用するサンデージャポンに代表される TBS。またテレビタックルのテレビ朝日、こうしたテレビ局はカルト的なるものに資金提供しているということになります。すなわちテレビとは反社組織だということになるんです。シロがこう言ってます。そうじゃん。カルトについてはフジテレビ日曜報道ザプライムでこんなシーンがあったとツイッターで見つけました。お話しなされているのは立憲民主党の政調会長の辞任を申し出た小川淳也さん。立憲小川様、統一教会って私が学生の頃から例えば原理研とかね、いろいろ名称を変えたり、これカルトの特徴なんですけど、正体を隠すわけですよね。名称変更ってその最たるものですから。これに、それ民主党さんそのものじゃないでしょうかとツッコミが入りました。実際にはその前もあるとはいえ、旧民主党が新民主党になり、民進党になり、党が分裂し、片っぽは旧立憲民主党になった。もう一方は絶望の党、希望の党から国民民主党となり、これらが合流する形で新立憲民主党が生まれました。そしてその度ごとに新しい党ですと名乗ってはいなかったでしょうか。つまりこういうことです。政党名が変わったから新党です、同じ政党だって、それあなたの意見ですよね、なんつっちゃってね、へりくつこねまくって、衆院選起こって民意が、あ、今度参院選出てね、民意はこちらにあります、民意がね、セメントいてやってね、そうやっておけばね、うっしし、エゴいっぱい、福祉いっぱい、もうお金がね払ってね、職業政治家だからね、これがね、本物か偽物かというかね、子供銀行券、あれ子供銀行券、日本銀行名前変わりました、変わってないと、冗談はともかく不確かな定義のまま全否定全肯定で言葉をもてあそぶと相手のメリットになることがあるということです。反対に法と論理を積み上げていけば揺るぎのない確たる批判が完成します。その果てにカルト宗教も、もうついでにカルト政党も消えた消えた、やったとなればいいのにななんて考える週末でございます。今のテレビは実のところ30年前のワイドショーの再放送状態です。時代に置いてけぼりにされないようにみんなで頑張っていきましょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくってるメルマガ版、月曜日から金曜日までの平日文字起こしをしたレギュラー放送にさらに深掘りをしてテキストでお届けしております。こちらメルマガなんですが、メルマガ会員様向けの限定のライブ配信もやっております。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
な外交安倍晋三完全勝利説という物語なのにモルゲッソよって答えたんですが、モルゲッソよかって紹介しちゃった。赤が勝ち、羽生くんすごい、犬くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたから。と番組に最後の最後までお付き合いいただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんグー。私がグーなのでパーを出したあなた、パッとしてグー、おめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、ピシッ、クロスカウンターか、やるな何者だ。そしてチョキを出したあなた、じゃんけんのチョキは最も難しい手の形、器用なあなたに V サイン。それでは本当のバイバイ。